左曲がりの右ポジさん、いやいろいろと書いていただきありがとうございます。はい、やっぱ戻ってきましたか。結構多いんですよ結局戻ってくるっていう、これね、まあこっから学んでほしいんですけど、単純に発信し続ければお客さんは戻ってくるってことです。逆に自分が戻ってきてるわけじゃないです か僕は知ってるんですよそれを。だから結構いますよ、あの左曲がりの右ポジさん以外にもかなりいます。一回僕のとこ来て、でまたいろんな情報に騙されて、で、あ吉谷さんやっぱみたいな、何も変わってないみたいな、あれ吉谷さんも変わらず動画アップしてんなみたいな。僕はこの2年で変わり続けてきたんで、まあ最近で言うならば、またあのチャンネル10個ぐらい作りますから、 YouTube チャンネル新しくね、今もう9000本もアップして、今もかつ現状でここのね R34 マガジンに動画アップしながら、また9チャンネル10チャンネル作っていくんで、まあ収録もね、もう今日からずっとね収録入ってるんですけど、予定でスケジュールで、まあ結局ネットビジネスってもうね、コンテンツ作るしかないんですよ。自分でやるか人にやらせるかしかないんで、もうそれをひたすらやるっていう、で結局稼げない人っていうのは、やっぱそのひたすらその徹底的にやるっていうところがまずないですよね。ないんです。まあ結局その途中まで、まあちょっと振りちぎってないです。そもそも振りちぎってないですね振りちぎってないですね、まあ、そもそも論として、振りちぎらないとダメですよ。人と同じことやってて、どうやって人以上の収入を得るのかっていう。で結局人と同じこと、初心者でも稼げるノウハウを探した結果、騙されてるわけなんですよみんな。そこにねやっぱ気づくべきだし、まあでも人間って痛い目合わないと分かんないですからね、ただまあネットビジネスで稼ぎたいんだったら、もう徹底的にやるだけです。で今回の無料プレゼントでも、本当凡事徹底しないと稼げないです。逆に凡事徹底できれば、インスタグラムでも稼げます。はい、まああとやるかやらないかですね。そう、まあ別に僕の動画をね見る必要性はないですけど、自分のメディアを作っていくっていうところはもう やるべきですよね。別に僕の動画見てても、お金にはなんないですから。僕の動画を見てパクるんだったらいいんですよ。あ吉田さん、あ今日のネタいいねみたいな、あ吉田さんネタ提供ありがとうございますみたいな、すぐ使うとかだったらいいと思うんですけど、ただ見てるだけだと意味があんまないですね。で要は形にしていかないとお金にならないんで、形にするから集客もできるし、商品も売れるしって話なんですよ。あと教育もファンも、教育もできたりとか、ファンを構築するっていうことも形にしてるからなんですよね。そう、もう一度一から吉田さんの言葉を教えを実行していきます。一から実行する必要性がないんじゃないかなって。1知ってるじゃないですか。もう10からいきましょう。だって1必要、僕を初対面でね知ってるわけじゃない、知ったってわけじゃないし、僕も知ってるわけって書いていただいてますけど、10からやればいいじゃないですか。10スタートでいいと思いますよ。じゃあもう知ってるし、やってる、なんかなんとなくもう分かってるだろうと思うし、あとはじゃあ10から始めるって何かっていうと、10倍海王権で今すぐやれってことです。10倍海王権で今すぐやれってことですよね。1倍海王権じゃなくて、10倍海王権でやった方が早く稼げるじゃないですか。10倍海王権でいきましょう。1からやる、1からやって1倍海王権でやるんじゃなくて、すみません、ドラゴンボールの話なんですけど、海王権って知ってます？悟空が10倍海王権だみたいな、なんかベジータ戦で出したんですけど、10倍海王権からやればいいと思います。はい、ということで、プレゼントの、詳細記載してますので、ご確認ください。では、ありがとうございました。